皆さんこんにちは。今日南警察署は北斗くんと一緒に北海道のフットサルチームエスコラーダ北海道の練習場にお邪魔しています。今日はエスコラーダ北海道の選手の方々にご協力いただき、皆さんに飲酒運転の恐ろしさを知っていただこうと思っています。こんにちは。こんにちは。これは飲酒ゴーグルといって、かけるだけで飲酒状態を疑似体験できるものとなっています。これからこの飲酒ゴーグルを使って飲酒前と飲酒後の体の違いを比較していきたいと思います。エスコラーダ北海道の選手の皆さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最初に普段の練習でも行っている鳥かごを、まずは飲酒ゴーグルなしで通常通り実施してもらいたいと思います。お願いします。それでは次に室田選手と関口選手に飲酒ゴーグルをつけてもらい、同じように実施してもらいます。それではお願いします。先ほどとは全然動きが違いますね。今は疑似体験ですので、実際にお酒は飲んでいませんが、飲酒をすると判断能力まで鈍ってしまい、正常な判断が難しくなります。この状態で車の運転なんてできるのでしょうか。絶対にできないですね。ありがとうございます。それでは次に室田選手にこの1本の線の上を歩いてもらおうと思います。まずはゴーグルなしの正常な状態で歩いてもらいます。お願いします。ありがとうございます。どうでしたか。はい、余裕です。それでは同じ線の上を飲酒ゴーグルをつけていただき、飲酒後と同じ状態で歩いてもらいます。お願いします。そのままメガネ外して後ろ見てください。おお、どうでしたか。そうですね、まあ、いけると思ったんですけど全然ずれてました。ありがとうございます。他の選手にもお願いしました。そうですね、思ったより全然動けなくて、はい、怖かったですね。リフティングの時にチーム1のテクニシャンの室田選手が一番できていなくてびっくりしました。いや、普段あんなにもう酔っ払うことないので、今日は本当いい経験させてもらいました。そうですね、まあ、普段あんまりお酒飲まないんで非常にいい経験をできたかなというふうに思います。いや、絶対無理ですね。家を出た瞬間に事故ると思います。いや、ちょっと怖くてできないですね。無理ですね。絶対しないと思います。まあ、北海道出身の選手たちだけで僕たちはやっているので、ぜひ、そういうチームがあるっていうことを皆さんに知ってもらい、応援してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。そうですね。本当に、まあ、北海道民を中心に非常に熱く盛り上げる戦いをしているので、ぜひフットサルを見に来てほしいなというふうに思います。応援よろしくお願いします。これから年末に向けて
忘年会シーズンとなり飲酒の機会も増えると思います。ちょっとくらいなら大丈夫、そんな気持ちが悲惨な事故につながります。飲んだら乗らない、飲酒運転をしない、させない、そして見逃さない。チーム北海道で飲酒運転を根絶しましょう。私たちエスコラーダ北海道も飲酒運転根絶に全力で取り組みます。もういいですか？